伊豆の踊り子で有名な天城山。雄大な自然に育まれた素材で作る絶品飯を探しに行きましょう。隠しきれない移りがが。姉ちゃん、どうしたの？天城越え。天城越えね。に今日行くよ。もう歌詞にね、いろいろ出てくるところ行きますから。どこだろう。というわけで、最初の目的地、常連の滝へは、新東名長泉沼津インターチェンジから伊豆縦貫自動車道を経由、終点月ヶ瀬インターチェンジよりおよそ12分。滝の近くには天城越えの花碑。そしてこちらは、これ全部わさびですか？すごいね。しかも大きいね。うん、たくさんある。天城名産の最高級わさび、こんな風に栽培されているんですね。わさびってさ、水がきれいじゃないとさ、育たないからさ、天城って水がきれいなんですね。そうだね。ゆうちゃんさ、アマゴっていうお魚知ってる？知ってるけど、どんなお魚かわかんないです。鮭のね、仲間で、でもね、綺麗なお水でしかね、育たないデリケートなお魚なんだけど、すっごい美味しいらしい。食べたい。お腹減った。お、来たな。常連の滝からおよそ7分のアマゴ茶屋。いつでも新鮮なアマゴが食べられるお店なんですよ。美しい。綺麗だね。卵が黄色くない？本当だね、イクラが黄色い。実はこのお店、天城の山中で養殖業を営む下山養魚場の直営店、紅姫アマゴという、特に大きく育てたアマゴを食べることができるんです。すっごく脂乗ってる。本当？美味しい。イクラもね、結構弾力があります。けいちゃんはわさびたっぷりのせで、うん、これはわさびと合う。合うね。やっぱ地のものと地のものはきっと合うんだね。ねえ、うん、想像してたのよりもさ、自然が豊かで滝も迫力あって、ご飯も美味しいし、よかったね。ね、自然も味覚も堪能できました。うん、美味しい恵み、ごちそうさまでした。この番組はもっと安全に、もっとスムーズに、ネクスコ中日本の提供でお送りしました。 ETC 専用のスマートインターチェンジでは、1台ずつ一旦停止しないと開閉バーが開きません。 ETC ゲート前で必ず一旦停止して、バーが開いてから通行してください。次回は富士と梅の絶景スポット、岩本山公園。